ミッシャー・アリー、ビン・ラシド・アル・アファースイー、クウェート生まれのクルアン朗読者、イマーム、説教者、そしてナシードの芸術家である。彼は、マディーナ・イスラーム大学のクルアーンカレッジで修学しており、専攻は銃のキラーアートタフシールであった。2008年10月25日、アル・アファースイーは、エジプトのアラブ創造性連合から第1回アラブ創造性オスカーを授与された。このイベントは、イスラームの原則や教えを広める上での、アル・アファースイーの役割を評価するものとして、アラブ連盟のアムル・ムーサ事務局長が講演した。アル・アファースイーは、2012年のアバウト・ドット・コムの読者大賞で、読者投票により最優秀クルアン朗読者に選ばれた。ありがとうございます。